グラミンは一部の植物に天然に生じるインドールアルカロイド。飼育動物の餌となる草よ種族や人間の食事となりうるような一部の麦類などにも含まれる。多くの生物にとって有毒なため、グラミンはこれらの植物にとって防衛的な役割を果たす可能性がある。アブラムシや飼育動物で接触行動を抑制し、 人では健康に寄与する可能性も考えられる。グラミンが見られる種は、ダンチクアルンドドーナックス、銀葉カエデイサーサッカリナム、煙爆、大麦属、ホーディアム、草吉属フィララスである。小麦では、グラミンは検出されず、ジンボアが似たような機能を持つ。オーツ麦の実による弱い鎮静作用は、グラミンの作用ともされる。グラミンは、 アディポネクチン受容体1の作動薬として採用する。また、グラミン誘導体にエンテロウイルスに対する抗ウイルス作用が発見されており、グラミンはまた基礎研究で、ベータにアドレナリン受容体作動性が見出されており、骨格筋タンパク質合成につながる遺伝子の発現を流しており、骨格筋への健康効果がある可能性がある。多くの研究が殺虫剤としての可能性を、 示しており、例えばアブラムシに対する接触行動を抑制した。鶏より、ラットで影響を受けており、飼料摂取量と体重の減少などが観察され、食事による無有害作用量は少なくとも、ラットで3 0 0ラムキログラム、鶏で6 5 0ラム銅、飼育豚で5 0 0ラム、上脈注射による半起飼料は、マウスで4 4 6ラム。 キログラム、ラットで62.9ミリグラム銅。ありがとうございます。